割り込み、コンピュータ。割り込みとは、コンピュータがその周辺機器などから受け取る要求の一種である。現在の多くの CPU は割り込みを処理するための機能を備えている。割り込みの主な目的は、周辺機器からの情報を他の作業をしながらも取り落とすことなく受け取ることであり、具体的な効果として、次のようなものがある。CPU の割り込みは大きく分けて、 ハードウェア割り込み、外部割り込みと、ソフトウェア割り込み、内部割り込みに分類できる。一言で割り込みといった場合、前者を指すことが多いため、後者のことを、スウィー、ソフトウェアインターラプトと呼び区別する場面がある。ハードウェア割り込みは、CPU の外部から要求されるものであり、CPU の割り込み要求、インターラプトリクエスト、 いく端子をアサートする。例えば端子の電圧をハイからローにする場合に発生する。ソフトウェア割り込みは CPU 内部において自分自身が実行した命令や CPU の命令実行に関わるモジュール。例えばキャッシュの変化によって起きるものである。ソフトウェア割り込みの一部は例外エクセプションやトラップ、トラップと呼ばれる。 まとめると以下のように分類できる。割り込み要求端子は、ソフトウェアからマスク不可能な割り込み、ノン、マスカブルインターラップと、ム e と、マスク可能な割り込み、ムイに対して、競技のいくの2種類の端子を備えている場合が多い。割り込みのマスクの設定は主に、フラグレジスタに格納されており、割り込みの許可、禁止、イネイブル、ディセイブルを操作する CPU の命令が用意、されている。 またこれらの端子が同時にアサートされた場合、優先順位があり、N、Me が優先される。N、Me はデバッグやハードウェアエラーなどの特殊な用途に使われ、通常のペリフェラルからの割り込み要求はマスカブル、割り込み以下、イクに接続して用いる。CPU のイクは1本もしくは複数用意され、CPU の種類や実装によって異なる。 複数のペリフェラルからの割り込み要求が発生可能な場合、一つの割り込みハンドラ、口実で処理を行うと、どのペリフェラルがどのような割り込み要求を発生させたのか判別する処理をプログラム側で行う必要がある。これに対し、ハードウェアとして複数の幾端子を用意して割り込み要因ごとに異なるハンドラに処理を移すことができるようにした構成を取れるようにしたものある。 この機能を持った回路のことを割り込み、コントローラー、インターラップとコントローラーと呼び、CPU の幾端子を外部で拡張し、制御するものである。幾端子のアサート方法は、信号の変化点を検出するエッジトリガーと、信号のレベルで検出するレベルトリガーがある。エッジトリガーでは、立ち上がりまたは立ち下がりといった片方向の変化だけを検出する変エッジ検出と、 両方とも検出する、両エッジ検出がある。PCI バスでは、レベル取りが方式の割り込み信号線が取り入れられている。競技に言う SWE は、割り込みを起こすための命令、ソフトウェア割り込み命令によって発生するものである。s w ー CPU のモードを遷移させることができるため、可能な処理の範囲が、モードによって制限されるような CPU において、 システムコールを実現するために用いられる。通常のアプリケーションが動作するモードである。ユーザーモードでは実行できな命令であっても、イーの後では実行可能になる。また、例外は、ゼロ除算オーバーフロー、ページフォルトなどによって生じる。特に、ページフォルトは OS がメモリ空間を管理するのに重要な役割を果たす。どちらの割り込みにせよ。 CPU に割り込みが生じると現在実行している処理、命令を停止して別の処理を実行する。割り込み後に実行される処理は割り込みハンドラもしくは割り込み、サービスルーチン、インターラプトサービスルーチン、ISR と呼ばれる。また割り込み処理が終了しても元の処理、割り込みが生じた時点に実行していた処理に、冷て来られるように元の処理の場所、 アドレスに関する情報、及び元の処理の作業状態、コンテキストと呼ばれるを多くの場合スタックに保存しておく。割り込み処理を実行するために、どこの場所、アドレスに飛べばよいかを示す情報は、割り込みベクタと呼ばれるテーブルに書かれている。割り込みベクタには、飛び先の命令のアドレスを書くこともあれば、ジャンプ命令を書くこともある。割り込み処理では、 イベントドリブンな処理を行うことができるため、割り込み処理に割り当てられたタスクについては、効率的な処理が行える。しかしその一方、割り込み発生時には、CPU のレジスタの対比、復帰やプロセッサの特権レベル以降の処理など、少なからず処理に、オーバーヘッドが生ずることとなる。このため、割り込みの発生頻度が高いシステムの場合、その処理によって、 システム資源が占有されてしまい、本来の処理の応答性や処理速度に影響を与える場合がある。状況によっては割り込みを使わず、ポーリングでフラグを定期的に確認するなどして、本来の処理との折り合いをつける方が、全体的なパフォーマンスが向上する場合が多い。なお、一部のデバイスドライバでは、通常は割り込み動作を行い高付加時にはポーリングで動作する仕組みを持ったものもある。 また、リスクプロセッサでは、割り込みが発生すると実行中のパイプラインが乱れ、処理性能が低下するため、旧来の8ビットシスクプロセッサなどに比べると、割り込みによる相対的なパフォーマンス低下の影響が大きくなる。また、投機的実行のペナルティなど複雑化したプロセッサ機能も、割り込みの際のオーバーヘッドを増大させる要因となる。コンピュータのこの意味での、 割り込みという語はインタラプトのわけではなく独立に作ったものである。和田栄一によれば1959年の夏パラメトロン計算機において出力装置が直前の処理を終えたことを計算機に知らせる方法を議論していてアイデアを得たという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。